語ること。シーナ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。2024年の Vlog 第1弾はみつパッパの単身赴任編、スウェーデンから日本への空の旅。偶然誕生日フライトになったみつパッパ、イカパッパと息子くんとお別れし、一人で乗ったそのフライトはなんとビジネスクラス。空の上でのぼっちバースデーの様子に、今回のフライトのお値段まで、最後は近日公開動画もありますからね、最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパのみつパッパの単身赴任ビジネスクラスでぼっちバースデーのそのお値段。日本へ約3ヶ月単身赴任のみつパッパ、この日の夕方出発ですが、まだパッキング中。息子くんが撮影してくれました。今日は5時ぐらい、5時半、夕方の5時半ぐらいに家を出なきゃいけないんですけど、まだこれ見て、息子くん、パッキングがまだ終わっていませんというか、まだ空っぽです。これも息子くんが作ってくれたやつも持っていきたいと思います。はい、ということで、息子くん上手になったね、撮るのも。どうですか、息子くんも、みつパパもうすぐ出発ですけど。どんな気分？頑張る。頑張る。あんまり？なんか知らないけど。もうすぐ戻ってくるといいけど、うん、そうだね、そうだね、うん、あ、それこの前作ったね。とちょっと寂しい気持ちが膨らんできてしまいましたが、無事にパッキングは済み、荷物を積み込み空港へ出発。途中レストランにより3人で一緒にご飯を食べ、また車に乗り込むとルレオの空港へ到着です。中に入ると素敵なデコレーションが。そこに座ってんの？僕ここから出れないから。そして荷物を預けたりしてチェックインを済ませると、最後のお別れ。よし、はい、どてみつパパ。ヘイド。ヘイド。寂しいね。キロキロン、ファミリークロン、ヘイド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 スクールクロンマハンのようにスプリングクロンマハン、いいよ。 OK、 ヘイドOK、 じゃあヘイド。これから約3ヶ月離れ離れです。こんなに長く離れたことがないので、どんな気持ちになるか想像もつかないのですが、まずは日本へ行くまでも長い道のりなので、そちらからご紹介しましょう。今回は SAS の愛称で知られるスカンジナビア航空を利用。 SAS はデンマーク、スウェーデン、ノルウェーのスカンジナビア3カ国が共同で運航する航空会社で、僕らが住むルレオにつながる便はサス便がほとんどなので、利用することが多い航空会社。今回の旅は片道3便。僕らが住むルレオを夜出発し、ストックホルムで1泊、早朝の便でデンマークのコペンハーゲンまで飛び、そこから羽田へと13時間の旅。長旅ではあるのですが、偶然フライト当日は自分の誕生日だったこともあり、マイルでアップグレード、ビジネスクラスを予約してあります。その様子や金額などはまた後でこっそりお教えしますね。と話している間に、みつパッパストックホルムに到着し、ホテルへチェックインしたようです。久しぶりの一人旅、なんだか思うところがあるみたいですよ。一人で旅行するとなんか変な感じ、いつも何か忘れてきたみたい。そして翌朝。おはようございます、朝4時半です。なんとか起きなんとか起きれました、朝6時の飛行機に乗って、まずはコペンハーゲンに向かいたいと思います。
広いベッドでも半分しか使わないなんか癖ができちゃった。5時間ほどの睡眠の後、ストックホルムの空港の中を練り歩き、搭乗ゲートまでやってきました。寝過ごさず来れてよかったです。そして搭乗し離陸すると、早速朝ごはんが出てきたのですが、寝起きすぐだったのと睡眠不足すぎてパンとジュースで精一杯でした。そしてコペンハーゲンの空港に到着すると、ラウンジで3時間ほど待機。ちょっとここで仕事をしたりした後、コペンハーゲンの空港です。パスポートコントロールがここであるので、欧州から出るということで、今パスポートコントロールを通り過ぎました。今からいよいよ羽田行きの便に乗ります。コペンハーゲン東京間のフライトは今年3月に再開したばかり。昔はよく利用していましたが、久しぶりの空港はちょっと緊張します。でもなんとか時間に合わせ搭乗ゲートにやってきました。羽田へ向けて飛んでくれる機体がこちら。時間は朝10時頃。出発前にとリカパッパと息子くんにビデオ通話。まあ息子くんはまだちょっとお眠だったみたいですが、誕生日のお祝いをしてくれましたよ。名残惜しいところでしたが、そろそろ搭乗の時間、機内へと向かいます。そしてそのお席がこちら。広い。ここにはアメニティバッグと水がついてるね。リクライニングはフルフラットになるようなので、後で試してみるとして、この状態でもしっかりと足が伸ばせるのは助かります。そして画面は15インチの HD タッチスクリーン。これなんだろう。あ、リモコン的な。ただタッチスクリーンなので全然使えませんでした。ただその横にある電源や USB ソケットはとても便利でした。そして座席には枕とブランケットがついていたんですが、びっくりしたのがこちら。ベルトが3点ベルトになってる。ちなみに知ってました？3点ベルトを開発したのスウェーデンの自動車メーカーボルボなんですよ。そして出発の時を待っていると出てきたウェルカムドリンク。嬉しい。そしてユーチューバー的に半個室なのは、周りを気にせず撮影できるのでとても嬉しかったです。ああ、リカパッパと息子くんと一緒になりたかった。そしてセーフティーの案内が始まると、思い出すのが息子くん。飛行機に乗るたびしっかりと確認している彼を思い出し、ミツパッパもきちんと確認します。さあ、そしていよいよ離陸の時、雨のコペンハーゲンを軽やかに飛び立ち、13時間のフライトが始まります。空へ飛び出した羽田行きのサス便。ドリンクサービスの前にアメニティバッグに何が入っているのか見てみましょう。まずは靴下。機内足元が冷える時ありますもんね。そしてアイマスクに耳栓。そして竹製の歯ブラシに乾燥防止のリップクリームと顔用保湿クリーム。早速靴下使わせてもらいました。そして機内 Wi-Fi も使えるようで、テキストメッセージや画像の送受信程度であれば不自由なく使えたのは助かりました。そしてベルトサインが消え、水平飛行に移るとおしぼりが配られ、お食事の時間。クロスを引いてもらい、出てきたのは頼んだシャンパンとつまみのカシューナッツ。あったかい。ナッツ、カシューナッツだけどあったかくなってる。グラスはスウェーデンのグラスメーカーオレフォスのもの。二人パパの結婚記念のシャンパングラスと同じです。そして出てきた前菜にびっくり。こちらフェロー諸島のサーモンの炙りとマスのイクラ、大根のピクルスと味噌ドレッシング添え。これはやばい、美味しそう。ワインはシエさんのおすすめのイタリアのワインです。とりあえず極夜の街から抜けて太陽の光をこう浴びられるだけでも気持ちが良かったんですが、そのお味はというと、味噌
ソンの味する。めっちゃ美味しい。大根は柚子風味の酢漬けになっていて、全体の味のバランス、食感とともに最高でした。そしてこちらをきれいにいただくと、なんかもうスターターで結構お腹いっぱいになってきたんですけど、メインディッシュは豚、ベジ、チキン、魚の4種類の中から選べたのですが、その中から僕はまた魚のタラをチョイス。目の前でサーブしてもらいました。サルトペッパーか？いや、タケヤのレギュラルガンスカサルティってタケヤってみて。美味しそう。タラです。すごいね、ミルフィーユみたいな。食べるときは特になんかしょっぱいのが美味しい。マジで美味しい。ポテトのちょっと歯ごたえが、歯ごたえじゃない、なんかただ柔らかいだけじゃないみたいな。この根菜がめっちゃ美味しい。ちょっと甘めになってる野菜と、味付けがそれぞれ違うから一緒に食べて口の中で混ざってて、すごい美味しい。甘さと、結構ポトがタラが淡白だから、ポテトと一緒に食べるとこのソースを吸ってとても美味しいし、パースニップが白い人参みたいなやつが甘めに味付けしてあるから、このすごいバランスが良くなってる。やばい、これは最高。ちょっと一人寂しいけど、一人で誕生日会やってます。でもこれで終わりじゃないんです。まだまだデザートまで出てきたんです。食事を終えると緑茶が出てきました。海外で緑茶を出されると緑色はしていても、大概日本の緑茶とはちょっと違うのが出てくることが多いのですが、本当に緑茶、日本の緑茶って感じ。中がさっぱりするね。10年以上前にも東京とコペンハーゲンをつなぐサス便のビジネスに乗ったことはあったのですが、以前よりグレードアップしてる気がします。そして出てきたのがこちらのデザート。3種類の中から選べて、全部でもいいですよと言っていただきましたが、もうお腹いっぱいで、チーズの盛り合わせにチョコカップに入ったレモンカードをオーダー。ブランデーもつけました。あ、消化を助けないといけないですからね。え、でもミツパパ、だいぶ顔が赤いですが大丈夫でしょうか。外はダークチョコレートだから、中の甘酸っぱいのでめちゃくちゃ、ちょっとラリネ食べてるみたい。チーズのしょっぱいのとケーキの甘いのが止まらなくなる。もちろん食後のコーヒーも本当に美味しい。食事をいただきました。ごちそうさまでした。すっかり満足して眠くなってきたミツパッパ。歯磨きをして、座席をフルフラットにして眠りにつきました。ただ今回はヨーロッパを朝出発する便だったので、途中で目が覚めてしまい、ちょっと眠れなくなってしまったのですが、まあでも快適なシートのおかげで映画を何本か見たり、2月の舞台の台本を読んだりと、ゆっくり過ごすことができました。あー、マイル貯めといてよかったですということで、今回のフライトのお値段ですが、ハイシーズンを避けてプレミアムエコノミーで3ヶ月前に予約、そのお値段は約25万7千円でした。マイルを2万9000ポイント使いアップグレードできたのですが、まあ自分の誕生日へのご褒美ということで、いい単身赴任のスタートを切れたと思います。
いつか普通に家族3人分のビジネスクラスのチケットを買えるよう仕事を頑張りたいと思います。そして着陸の1時間半ほど前になると朝食の時間。これまた豪華な朝食が運ばれてきました。飲み明けなので卵やハムなどちょっとこう塩気のあるものが染みました。そして東京羽田空港へと降下していきます。羽田空港へ着陸すると税関を抜け、オーダーしていた SIM カードを受け取りに行ったのですが、その店が2時間後に開くということに気づき、その間ターミナル3に直結している温泉に入りに行きました。その後小腹が空いたのでコンビニでおにぎりを食べ、今回の滞在先へと向かったわけなんですが、氷点下の街から来るとこうなります。まあとにかく無事に着いてよかったです。ということで今日の次回予告は近日公開動画の詰め合わせ。さーて来週の二人パパはカツオじゃなくてミツオです。ご存知の通り今はミツパパだけ東京に来ているわけですが、スウェーデンにいる間に撮った動画もありますし、東京に来てからの動画もあるということで、しばらくは時系列関係なく稽古の合間を縫って編集ができたものからご覧に入れたいと思います。次回は皆さんからどんなところに住んでるのという質問もいただいていたので、今回僕が東京で住んでいる家を紹介したいと思います。単身赴任パパのルームツアーって感じですね。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドI love you.